はい、どうもこんにちは、経験チャンネルです。はい、今回も楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。はい、今回は、楽天モバイルなんですけども、プラン料金ね、1年無料もだいぶ遥か彼方に終わり、楽天アンリミットもいろいろ変わって、今楽天アンリミット7になってね、1GB まで無料じゃなくなったというところで、解約とかね、MNP を検討されている方に、MNP でどこへ行くかとかっていう動画もね、また後日出すんですけど、ちょっと一旦、とりあえず解約しようということで、その解約の仕方ね、をちょっとやっていこうかなと思います。で、ちょっと実際に解約するかちょっとわかんないっていうか、これまだね、楽天モバイルの契約してるんですけど、一応僕解約する予定なんだけど、手順だけね、ちょっと、見せますね。で、個人情報が出るから、モザイクするんじゃなくて、一回ちょっと画面からこういう風に消したりして、対応しますんで、ね、よろしくお願いします。で、楽天モバイルってすごい、解約の仕方簡単で、だから動画にするかどうか迷ったんですけど、もしかしたら超初心者の方とかね、そういう方がいらっしゃると思うんで、誰でもできるっていうか、どんな人でも迷わない、子供でもね、年配の方でも何も知らない方でもできると思いますので、本当、基本的なことなんですけども、わざと動画に出しますんでよろしくお願いしますね。で、ここに、マイ楽天モバイルがありますと。マイ楽天モバイルを押します。で、ここで、押すと契約者情報とか出るから、一旦ちょっと、画面から離して、マイ楽天モバイルを、立ち上げました。で、そしたら、電話番号とか名前とか、出てくるんで、そこの、状態を、ちょっと僕、抜かしましたと。で、そしたら、上の方から順番にそういうの書いてあるんで、それをちょっと切って、今、スクロールしてるんですけど、そしたら、いろいろこう、楽天モバイルの、前楽天モバイルの情報とか出てくるんですけど、ここで、この、一番下の方にね、ここにホーム利用状況を、契約プラン利用料金サポートってあって、それの契約プランっていうやつを押します。で、これでまた、個人情報出るんで、一回切りますけど、契約プランってやつを押します。で、そうすると、また、名前と電話番号と、契約者情報とか出てきた後に、こういう風な画面になるんですけども、で、ここで、一番下の方になるのかな。いろいろね、オプションのオン・オフとかできる、そういうのあるんですけど、ここにね、下の方行くまで行きますと、各種手続きっていうところありまして、この下のその他のお手続きっていうところに、他社へのお乗り換え、利用停止、解約のお手続きなど、手続きへ進むっていうふうのあるので、ここでね、手続きへ進むっていうふうに、押します。はい、そうすると、こういうふうにね、その他のお手続きっていうので、こういうふうなのが出てくるんですけど、この中で、ここの解約っていう項目があるので、この今お使いの電話番号を利用されない方は、こちらから解約のお手続きに申し込みください、お勧めくださいと。この上のね、他社へのお乗り換え、MNP の場合は、この今お使いの電話番号をそのままで他社へお乗り換えされる方は、こちらからお手続きにお勧めくださいので、MNP の場合はこちらね、解約の場合はこっちの方に行きます。はい。じゃあちょっと押しますね。よいしょ。そうすると、ちょっと待った。
そうするとね、今ちょっと僕画面に出せないんですけど、名前が出てその後ポイントとかが出て、まあ、解約についてのこう注意点っていうのがあって、まあ、ちょっとここを消して手で覆ってやろうかな。そうそう、こういう風にしようか。こういう風にね、名前が出てその後解約についての注意点っていうのがあって、でこの解約すると電話番号は利用できなくなりますとかね、また解約のお取り消しできませんのでご注意くださいっていうふうに、こういうふうにね、まあ、いろいろこう手続きっていうか注意感事項があって、でこの下に次の画面でアンケートに回答後回線契約の解約が完了しますっていうところで次へ進むっていうのを押せば、いいですね。はい、でちょっと次へ進む押しまして、でまたこう名前と電話番号が書いてありまして、うん、で、ここにまあ名前と電話番号の後スクロールしてアンケートにご協力くださいということで、まあ任意なのかな、一応全部答えなくちゃいけないのかわかんないですけど、まあアンケートに答えますと、いろいろこう今回ご利用になった回線について教えてください。まあメイン回線用、サブ回線用、テザリング用とかね、仕事用、家族用、その他とか、まあいろいろありますね。まあ、今回例えばテザリング用とかね。そして、今回あなたが解約される楽天モバイルでお使いの製品は、楽天モバイル以外で、楽天モバイルで購入してないが楽天回線対応のアンドレス、まあ、ここは皆さんね、いろいろちょっとおのおの答えてみてください。で、主な解約の理由、そうだね、まあ、データ量1ギガまでなら0円がなくなったためとかね、まあ、あと、解約後に利用するキャリアをお選びください。まあこれは僕の場合は例えば契約しないなんでそのままね、契約しないからそのままとかね、あと楽天モバイルについて今後のね、どのようになると良くなるか具体的にご意見をご記入くださいとかあるので、まあここはなんか適当にね、書けばいいかなというふうに思いますと。そしてここでもう解約を完了するってボタンを押せばもうそのまま解約になりますんで、ちょっと今回は僕は今まだ解約しませんけど、後でねもう一回ちょっと、じっくりと、考えてから、まあ、今月中には解約すると思うんですけども、今は解約しませんので、ここでキャンセルをしますけど、こういうふうな感じで、一連の流れは、まあ、この楽天モバイルの楽天リンクじゃなかった、マイ楽天モバイルのアプリだけでね、ウェブっていうか、そのスマホだけで完結しますんで、まあ、誰でもできることだと思うんですけども、解約の仕方はね、とりあえず今回、動画にしました。はい。いかがだったでしょうか。で、eSIM の場合ね、ちょっと今のは、普通の、SIM 挿したスマホの場合はそうだったんですけど、この、例えば楽天ミニとかの、この eSIM の場合も、そんな変わんないと思うんですけど、ここにもね、マイ楽天モバイルあるから、多分同じことだと思うんですけども、まあ、eSIM の方はね、ちょっとまたご自身でね、ちょっと今と同じことやってみて、大丈夫だったらそれだしね、ちょっとまた他の方動画出されてると思うのでね、検索すれば出てくると思うのでね、そんな感じでよろしくお願いします。はい。じゃあ、ということで、今回の動画は以上です。この動画参考になりましたらよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということでゲゲンでした。ではではまたです。